皆さんこんにちは、田中恵美里です。今日紹介するカップ麺は山台ニュータッチ凄麺冷やし中華海藻サラダ風です。夏だけの冷たい凄麺、凄麺ならではのツルツルとしたノンフライ麺と甘酸っぱいスープ、牡蠣の定番メニューである冷やし中華に海藻サラダ風のアレンジを加え、凄麺ならではのツルツルとしたノンフライ麺と甘酸っぱいスープで暑い夏でも美味しく召し上がっていただける一杯に仕上げました。商品特徴、麺、冷やし中華専用として開発したノンフライ麺、湯切り後に冷水で洗うことで一層際立つ凄麺ならではのツルツルとした食感です。タレ、本醸造醤油を使用、酸味と甘みのバランスが取れたごま油の風味が食欲をそそる味わいに仕上げました。具材、彩り豊かで食べ応えのある海藻3種、白きくらげ、わかめ、赤ツノマタ入り、別添えの生タイプの紅生姜が風味のアクセントとなっています。食べてみた感想、麺は冷やし中華らしい黄色みを帯びたノンフライ細麺、しっかりと冷えていて美味しいです。タレは最初ちょっと酸っぱいかなと感じましたが、麺と絡めることで味が調和されるのでよく混ぜて食べることをおすすめします。具材のわかめときくらげのコリコリとした食感が美味しさのアクセントを加えています。紅生姜のちょいしょっぱい風味もなかなかです。まさにサラダ風、さっぱりとした一杯なので、チャーハンや餃子などと一緒に召し上がればちょっとした中華料理店のセットメニュー気分が楽しめますね。夏だけの冷たい凄麺、凄麺ならではのツルツルとしたノンフライ麺と甘酸っぱいスープ、本日は山台ニュータッチ凄麺冷やし中華海藻サラダ風を紹介しました。田中恵美里でした。